こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の岳先生です。今日はですね、今撮影しているのが12月の初めなんですが、花粉の時期がね、そろそろ早い人ではもうそろそろやってくるんじゃないかなと思います。なのでですね、今日は毎年花粉症の症状でもういつも悩まされてるよ、特に、まあ、くしゃみとか鼻水とか、あと目のかゆみだったりとか、あとはもう朝起きてもすぐ鼻が辛いんですよねとか、そういった方に向けて、すぐできる解決法っていうのを、今日は3つほどご紹介していこうかなと思います。気になる方は最後までご覧いただければと思います。それでは行きましょう。はい、それではですね、その3つの解決法を、まず1つずつ紹介していこうかなと思います。ではまず1つ目です。鼻と目を冷やす。2つ目、食事の改善。3つ目、手首を温める。はい、ではですね、これをですね、1つ1つ、まず説明していこうかなと思うんですが、1つ目の鼻と目を冷やすっていうところですね。これはですね、以前ですね、他の動画でもですね、鼻水が止まらない人向けに出した動画でも説明していて、その動画もね、すごく高評価いただいて、今何十万回も再生していただいてますが、そこと似たような感じなんですが、花粉症の症状が出てる時っていうのは、皆さん共通して鼻とか目のあたりに熱がこもってるんですね。で、その熱がこもってることによって、炎症がより助長されて、症状がひどくなってしまう、粘膜が敏感になってしまうっていうことがあります。なので、感覚的にね、辛い時にぼーっとしちゃうよっていう方、結構多いと思うのでわかると思うんですが、そういった方はですね、やはりここ冷やすといいんですね。で、鼻水、鼻の症状で主に辛いよっていう人は、鼻を冷やしてください。ちょうどこのあたりです。で、目のかゆみが私はどうも辛いんだよっていう方は、やはりこう目を冷やしていただく。両方辛い方はね、両方冷やしていただくっていうのが一番いいと思います。で、これ何で冷やしたらいいかっていうと、まあ一番は保冷剤とかでね、おすすめさせてもらってます。保冷剤を、まあ、冷凍庫から出していただいて、で、ティッシュで1枚くるんでいただくとちょうどいい冷たさになるので、逆に、ね、タオルとかでくるむとあまり冷たくなくなっちゃいますし、何も巻かずに当てるとそれはそれちょっと冷たすぎるので、ティッシュ1枚くるんでいただくと、ちょうどいいんじゃないかなと思います。それで、こんな風にこう、いろいろ場所を変えて当てていただく。で、そうするとですね、不思議なことにスーッと症状が落ち着いてきます。なので、ある程度落ち着くまで冷やしていただければなと思います。で、なかなかね、ずっとこう保冷剤やっとくのがしんどいよ、めんどくさいよっていう方は、まあ、うまくこう冷えピタとかをね、活用していただいて、冷えピタをこうカッティングしてこう貼っていただいたりとかしてやっていただくといいと思います。で、ポイントは冷やして気持ちいいかどうかですね。やっぱり熱を持っている場所を冷やすとですね、ああ、なんか気持ちいいなっていう風に感じるんですね。なので、そういった風に冷たいものを当てて気持ちいいなと思う場所はもうどんどん冷やした方がいいです。中にはですね、僕もそうだったんですが、鼻がひどい時っていうのはもう頭痛まで行ってしまうので、結構この横の方とかも痛くなってしまいます。なので、ここも冷やしてあげたりとかすると結構有効だったりするので、実際に当ててみて、あ、気持ちいいな、なんだかいい感じだなと思うところを冷やしていただくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、で、次は2つ目の食事の改善ですね。で、これはですね、花粉症の時期はですね、やはり皆さん薬を飲んだりとか、まあ飲んでも効かない人もなかなか結構ね多いと思うんですが、食事によって花粉の症状が悪化するっていう人がかなり多いんですね。で、その具体的な食事は何かっていうと、これもですね、他の動画でも結構紹介しているんですが、まず一つ目が脂っこいものです。で、二つ目が辛いもの。三つ目が甘いもの。四つ目がお酒です。この4つね、やっぱり皆さんにご紹介すると、なんだよ、美味しいやつばっかりじゃねえか、何食えばいいんだよ、みたいな感じになると思うんですよね。僕もそんな気持ちです。なので、一気にこう、今みたいな食事をゼロにしろっていうわけではなくて、例えば、私は一番甘いものをいっぱい取ってるなと思ったら、こう甘いものをちょっと控えたりとかしていただく。なので、一番摂取してるなと思うものを、まず、ちょっと減らしてみるっていうところから始めていただけるといいんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、一個一個脂っこいものっていうと、特に酸化した油を使ったもの。なので、スーパーのお惣菜とか、あとは、そうですね、居酒屋さんとかに出てくるような揚げ物。要は何回も使っているような油でやってるものはあんまり良くないですね。で、今度辛いものになるんですが、これは香辛料系ですね。唐辛子、キムチとか、韓国料理系とか、あと、まあ、ラー油とかそういったものもそうですね。なので、逆に言うとね、わさびとかからしっていうのはとっても問題ないです。なので、辛いもの、もう好きで好きでしょうがないんですっていう人は、結構ね、わさびとかからしで、じゃあ代用してくださいっていうふうに患者さんにお願いしたりもよくします。で、三つ目、甘いものです。これはね、結構皆さんしんどいところなんじゃないかなと思いますね。最近だとやっぱり女性だけじゃなくて男性もね、甘いものが好きな方がかなり
多いと思います。そして甘いものを食べるときがもう一日の疲れを唯一取る癒しの時間なんですみたいな方もいらっしゃると思います。すごく気持ちはわかるんですが、花粉の、ね、時期になるとそういうものを取ってしまうと結構悪化するんですよね。で、具体的にはその白砂糖を使ったものっていうのがあんまりよろしくないなっていうふうな今のところの見解です。なので、白砂糖を使ってる洋菓子、和菓子もそうですし、そういったものはあんまりお勧めできないかなと思います。で、まだこれならマシかなっていうものは天才糖ですね。天才糖使ってるね、ご家庭も多いんじゃないかなと思うんですが、天才糖を使ったクッキーとか、これね、うちの患者さんに教えてもらったんですが、無印さんあるじゃないですか、無印良品さん、そこに天才糖を使ったクッキーっていうので、売ってますので、それも結構安い、なんか結構量入ってて百何十円かで、そんなに高くはないものになってくるので、そういったもので代用していただくっていうのが今のところの、提案になります。最後4つ目のお酒ですね。お酒もね、やっぱり日常的に飲まれてる方っていうのも結構多いんじゃないかなと思います。なんかやっぱりコロナ禍でね、なかなかストレスが溜まって家に帰っての、晩酌っていうのが本当にストレス発散になるんです。そんな人も多いと思うんですが、結構ね、皆さん経験あると思うんです。花粉症辛い人はお酒飲み出すと鼻詰まったりとか鼻ひどくなるんだよねっていう方も結構多いので、やはりですね、そういったものを避けていただくというのも大事になってきます。で、この4つのものですね、なぜこういったものを取ると花粉症の症状が悪化するかっていうと、この4つの食事に共通していることが胃に熱を溜める食事っていうことなんですよね。なので花粉症そのものっていうのはここに熱がこもってしまって、で、そのこもった熱が粘膜を敏感にさせたりとか炎症を起こしたりして、症状を引き起こしてますよっていうふうに考えてますので、この胃にこもった熱っていうのがバーッとこう上がってきます。そうするとですね、いつもよりも多い熱っていうのがこの鼻のとこにこもってしまって、より症状が強くなるっていうメカニズムなんですね。そういったものを避けていただくと悪化しないよっていう食事になってきますので、いつもね、毎年花粉症辛いよっていう方はこれを意識していただくだけで結構症状がね、減ってくる方かなり多いので、ぜひやってみていただければなと思います。そして最後、手首ですね。はい、手首を温める。これはですね、特にモーニングアタックって言って、朝起きた時にもうくしゃみくしゅんくしゅん鼻水ダーって出てくる、もう朝も目もかゆいしっていう、朝にすごく強く症状が出ちゃうことをモーニングアタックって言ったりするんですけども、そのモーニングアタックが出やすい方の特徴として手首が冷えているっていうのがあるんですね。なので手首を温めていただくことで、その朝の症状が軽減してきます。じゃあ具体的に何をするかっていうと、アームウォーマーをつけていただいたりとか、特にですね、モーニングアタックの場合は夜寝てる時ですね、寝てる時に冷えてしまって朝モーニングアタックで強く症状が出てしまうってことがあるので、寝てる間にアームウォーマーをこうつけていただいて、手首が冷えないように。どうしても寝てる時って手がね、布団からビャーって出てたりとかして意外と手首冷えてますので、そういったのを防ぐためにアームウォーマーをつけていただくだけでも、その朝の辛さっていうのが減ってくるんじゃないかなと思います。結構ね、朝もう明暗がすごくて目が開かないっていう方も結構多いと思います。なのでぜひそういった方法を試してみていただけるといいなと思います。で、今ご紹介したこの3つの方法を常にやっていただくことによって、去年よりも今年の方が確実に症状が楽になると思いますので、ぜひね、本当に毎年お困りだよっていう方は、試していただけると嬉しいなと思います。こんな感じですね、このチャンネルでは耳鼻科に関する情報を提供しておりますので、少しでも役に立ったよっていう方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録していただけると動画投稿のモチベーションになりますので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。